これからの3年間お互いに入学おめでとう。ワクワ、あとルビー、ここ妖刀高校は他の高校と比べて授業日程は融通が利くけど、でもあの子は俳優、あの二人は最大手アイドルグループの子、みんな芸能人。ここは日本で一番見られる側の人間が多い高校でもあるわ。歓迎するわよ後輩。緊張してきた。そんな必要ないわよ。ここは養成所でも撮影所でもなくて普通の学校なんだから、普通にしてればいいのよ。右見たら美人、左見たらイケメン。地元の中学校とは明らかに別物。飲まれてなるものか。すごいコール。やっぱり芸能家ってすごいわ。いやいや、あなただって。うち片吹みなみいます。よろしゅ。ああ、グラドルやってるんだっていう感じで友達になったみなみちゃん。どういう感じだよ。どうも。ま、友達できて何よりだよ。ごめんね、辛いこと聞いて。もう教室での話しなくていいから。話し相手くらいはできたっつの。別に入学ぼっちとかじゃねえし、わかる。みなみちゃん、アクアとも友達になってあげて。ええですよ。友達をお裾分けすんな。